お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと緊急でカメラ回してるんですけど。何回ってるんですか、はい、緊急ですね。こいつ完全に犯罪らしいよ。犯罪噂によると。そうですね。まずいぞ。これ動画になっちゃうよ、いっぱい。はい、ごめんなさい。さりげなく銀を取って置いてる。ちょっとたまたま今日撮れたよね、本当に。はい、さっき。で、今ちょっとあれですけど。何だって何て言ってたの何女子力あげます。あ女子力。女子力あげる。女子力あげます。どうやってあげる、まあ、痩せて可愛くなって、うん、可愛い可愛いよ、今の可愛い、いや、まだまだ可愛い、全然ここら辺が可愛い、肩幅ありがとうございます、肩幅、肩幅ですね。どうやって可愛くなるって言ったお前、痩せます。え、違う、そんなのも言ってどれぐらい太ってる、もう、毎今年の正月で、うん、プラス2キロ、3キロは毎年で、それはささがらない、加算しちゃう、戻らないです。それにも気づいてないんで、私、うん、もうプラスになったっていうのも気づいてない、うん、なんで体重計とかないの、家あります、あります、そうあって、うん、昨日測ったらもう衝撃的な数字だったんで、うんうん、あ、昨日測ったの、昨日測りました。で、写真撮りました。それを絶対言わん、絶対言わん。言わないですか？絶対言わん。いや、絶対言わないと。絶対言わないと。どうやって言われる俺のこと？絶対言わない。え、ちょっと本当に？あー、まあまあ、まあまあ、ブレなとこだね。160ない？ないです。154です。あ、そう。はい。そこ行った。行きました。行っちゃいました。あー、痩せたいかもな。はい。で、もうあのね、ちょっとまあ視聴者の皆さん、ちょっと何言ってるかちょっと全然わかんないと思うんですけど、こいつ顔見るたんびになんか痩せるとか、なんかダイエットするとか、私綺麗になるとか、ほざいてるくせに俺が言ったんじゃない、別に怒りが多いとは思うんだけど、お前が突っ込んだんだよな。いや、僕なんか昨日喋ってって、うん、なんかもう禁酒しますとか言ってたんですけど、うん、酒がいかんのか、毎日飲んじゃうんだ。いや、でもそれはもう自分で制御じゃないですか、家帰ってから、うんうんうん、ただその、まあ、とりあえずはみんなが見てる中でできるようなお昼ご飯をサラダにしましょうって言ったんですよ、ね、僕は。あ、なるほどなるほど。そしたらなんか照り焼き、たっぷり照り焼きチキンがたっぷりチキンだと思ってたっぷり照り焼きチキン、ね、お前これはまずいわ。まあ、ちなみに、まあ、こういう風だから、まあ、これいじめでもなんでもないんですけど、うん、本人がやっぱカメラの前で言うことで痩せれると。はい、マイナス、とりあえずマイナス8キロです。いや、無理でしょ。そういうこと言うもんで、で、泣くんだと思う。ちょっと、いきなりハードル上げるのめっちゃうわけ。そうですね。じゃあ、いや、俺はなんか、俺は人生のモットーは、簡単なことをいっぱいやるっていう、なんか難しいことって人間できないから、だから簡単なことを達成した方が気持ちいいじゃん。まず2キロみたいな感じ。そう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 、YouTube とかでも、あ、まあ、1万目指すとか1000目指すって、近い目標の方がなんか俺は、楽しいの、自分は。いきなり8は偉いですよ。私先がもう見えない。見えんってことになっちゃうじゃん、大体。1ぐらいだったら見えない。そう、ね、2キロ痩せようとか3キロ痩せようだったら、結構早めに道半分来れるじゃん。はい。もう9キロ ?8 キロ ?8キロってお前、まあ遠いぜ。結構進んだつもりなのに、パッて立ってみたら、ね、まだ10倍以上距離がある。ちょっとモチベーション下がるじゃん。はい。じゃあ、徐々に。うん。何ヶ月で何キロ？何ヶ月？基準か分かんないです。何ヶ月間これやったら。これみんなには体重言っていいの？女性同士も。え？なぜ？男に言われる方が嫌なの？女性同士はいいんじゃない？いや、女性同士だからこそ嫌です。女性同士だからこそのが私も嫌です。あ、女性同士だ。まだ男の方が分かんないじゃないですか、男って感覚が。うん、だから割れへんかなみたいな。ちょっと一回さ。大谷ちゃんさ、あ、りんちゃんさ、はい、りんちゃんさ、一回も使ってみて、一回も使ってみて、マジで使え、ちょっと待って、どこに来ればいいですか、宇宙からでいいですか、どっち、どこら辺ですか、受け継がれるんですよ、これが、今乗ってる、両足乗ってる、乗ってる、あ、今片足です、あ、こういうことね、大体こういうことだ、はい、あ、OKOKOK、さて、いい子は行きますよ。あ、いいよ。お、おいしいよ。こっちの方が大きい気がするな。
え何違うか、そのか本当に合っとる、マジで合ってますよちょっと、はい、私あ、最初え、2番目はだいぶ、お前やばいわお前は身長だいぶちっちゃいじゃん。いや、お前やばいやばいです。あ、何キロを目標にするの？最終目標ですか？まあまあ近いままず目標でいいんじゃない、3ヶ月とか。で俺はしかも近い方がいいと思う。そうですね。だから本当は分かるならもう今日の目標がいいし明日の目標がいいし、うん、まあ一回明日へ行くかって言いましょう。そうなんですよ、毎回それで伊藤さんに毎日それを私は明日から女子力上げる、明日からダイエットするっていうふうに言っちゃってて、もう俺聞きたくないっすよそう、もう毎日毎日ですよ。それもうエンジンかかって私も、え、一個ちょっと質問していい、はい、なんで女子力上げたいの？いや、長年彼氏がいないんで。あ、それ関係ないでしょ、性格の問題でしょ。大丈夫、こっちも疲れてるから大丈夫。別に性格悪いもんないじゃん。いや、見た目とか、まあ、大事か。本気で欲しいと思う？思います。本気で欲しいと思う？いい人が悪い、まあ、そのレベルでしょ。あ、あるんだ。言ったらそうですけど、うん、本当に。じゃあそういうね、活動とかもしてないわけでしょ。出会いの活動とか。それはしてますよ。してんの？私結構相席とか行ってましたよね。行っとったの？ガチで。うそ。去年とか。リリーちゃん来てたの？あの営業のさんあるじゃないですか。うん。ちゃんとも一緒に行ってた。マジで？嘘でしょ。でご飯行ってなんかノリで相席行くとか。ただで飯食えるでしょ。まあその男と出会いじゃないでしょ。なんか、私はいなかったんですよ、おるけど、うん、なんか、え、行こうよとか言って行きましたし、これやばいっすスタッフ同士で行ったらしいですよだけど、いや、だって俺なんか行ったことあるけど、そのノリみたいなね、うん、何回かちゃんとした子見えないでしょ。だから、見た目も良くしたいんですよ。見た目悪くないじゃん、別に、ブスじゃないじゃん、うん、いや何嬉しそうでしょ、ポイントしてるだろ、喜ぶポイントまんまとハマったりしてる、まんま俺のそれの上手なティーアップにまんまとハマったりしてる今一回言うんだろお前、今もう俺のこと好きになっちまったろ。いや、もう完全に好きになっちまったろお前。社長、社長、一線越えないでくださいみたいな感じだろそれはないですけど、それはないそれはないですけど、うんうん、そんなんね可愛いなんて言われる機会なんてないじゃないですか。いや、言われるでしょ。なんでコメント欄も結構可愛い可愛いって言われたじゃん。いや、とにかく痩せたい。そうですね。で、本気で、まあ、じゃあカメラに約束して動画撮るわけだね。はい。何ヶ月で何キロ。俺も付き合ってるわけじゃん。それ同じ本当ですか？同じ目標で。まあ、マジで体重計測ってして、今日用意した種目を。あ、お願いします。俺も痩せたいけど、で俺本当7キロ、8キロぐらいはどうしたの？それはどんぐらいの期間でですか？いや、もうどれだかな、1年ぐらいかな。でも1年前の動画とか結構出てるよね。何キロいく？何キロ。でついでになんかダイエットしん、みんなで。まあ今でもリーじゃんか、死んでいいか。うん、でもだいぶ一人暮らしでめっちゃ痩せたんですよ、本当に。体重は減ったけど、めっちゃ緩んでるんですよ、体を本当に、うん、運動してなくて。腕ならいいですよ、腕腕あんまり、なんか俺なんかエロい感じになってるんだよね、なんかシチュエーションが。腕で分からんじゃん。腕は私あんま太らんですよね。いや、全然細いでしょ、いって。すみません、腕はあんま太らないんですよ、もう細いでしょ、ちょっと。いや、そう変わらんやん。腕、手首、足首は太らないんですよ。手首、足めっちゃ細くない足細いよ。上半身でもなんですよ。ああ、そういうこと、はい、マジで足細いと思う。ガタイがいいんだな。ガタイに沿ってるってよりガタイがいいんだ。逆三角形、逆三角形だな。スポーツやとかみたいな、はい、体型だよ。そんなにちょっとパッと見てみる、太っとるって感じはしんじゃん。そうですね、ちょいっぽちゃんみたいな感じはあるけど、はい。で、何キロ痩せんの？とりあえずマイナス2キロ。何ヶ月？何ヶ月？3ヶ月。いや、それ長すぎる。なんか長期化しすぎだぞ。どんだけお前、自分に優しいんだな。ああ、リコラが行って、俺だったら2週間なんですよ。まあ1ヶ月ぐらいから俺妥当なの。1ヶ月ずつの目標の方が、うん、で、これ動画にしんまだ、
あ、全然いいです。俺だったら体重写真本当送るから、お前に送れよ、はい、で、お互いがチェックな、はい、で、外観も変わると、はい、ちょっとこれ、ちょっとね、立っとこうかな、また使えよ、ビフォーアフター立って回っときます、一回回るぞ、右回転な、3、2、1ちょっとやりましょうか。はい、せっかくやりたいと企画。え、1ヶ月で2キロね。1ヶ月で2キロ。ちょっと反省高いな。1ヶ月1キロで、3ヶ月で3ヶ月後にお会いしましょう。お前って5キロじゃん。5キロ。うん、3ヶ月で。あー、そうですね。人より倍痩せなきゃいけない。4にしとく。いや、4で。俺だってもう1点75だもん。まあ、適正に近い。続いてもやってみましょうか。はい、みどりちゃんのね、はい、じゃ あちょっと CM 入れていいじゃん。はい、ライクとそのマッチングもでもね、あんまりさ、これがまたさ、あんまりもういっちゃかんのかなっていう、すごい勢いだね、ライクとそのマッチングサイト。あ、ほら、もう今日だけで11時までの段階で、はい、もう7件。へえ。で、これちょっと本当に申し訳ないんですけど、一つはその、まあ、ライクとそのとお客さんのマッチングで、もう本当に今目標にしてるのは業界平均の半分ぐらい。だからもう会社名も出すので直接入れば来る可能性はある。全然で、そこは金取らんぐらいのサイトにしようかなと思ってるんですけど、ちょっと子供がサイトの登録者数が多いんで、今精査できてないので、ちょっとこっちも忙しいんでね。で、4月にサイトできるんですけど、それまでにきちっとサイトができて本登録の方にこっちで移すときに、やっぱ地域で多いところはちょっと間引いちゃう可能性あるんで、そうしたときにちょっと後で申し訳ございませんって、第2期募集で、またお客さんが増えた段階で OK 出すっていう可能性があるんで、先行順になっちゃうんで、できるだけ早めに登録で、まあ地域によってはばらつき出てくると思うんで、その辺はちょっと了承しながら登録してください。私のチャンネルもちょっとこの朝の真相も喋ってるんで。ああ、そうだね、はい、動画でやってるもんね。なのでそちらもぜひお願いします。ぜひ見てください。はい、またね。チャンネル登録してよ。してっ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 てよ。したってよ。したってよ。オッケー。ガチの企画にしてくる感じですか、ダイエット。あ、そうしようか。おー。